つまらない。なおごるな、バカ者が。いつ俺がおごり高ぶった。それがおごりというものだ。タイムリミットで無理やり出すしかなかったんだけど。でもテーマは悪くない。なのに肝心のところをギャグで流してどうする。まだわからないのか。うるさいな。わかってるわ。いつものように断るつもりだが。ああ、よろしく。書店さんには謝っといて。でもさ、俺のことを女だと思ってる子は絶対がっかりするって。それより花火大会の取材に行きたいって言ってただろう。原稿が終わったあたりでどうだ。この打ち合わせだけで直帰だ。じゃあうち来てくんない？うまい。本当にうまい。わかってる。教授にやるって。なあ、トリ、お前って今彼女とかいないの？トリに好きな人。もう告白したわけ？いや。どんな人？美人？どんな感じ？うまくいきそう？まずいこと聞いちゃったかな。担当だけど友達で、友達だけど担当で、あいつ、いつの間にか自分のこと全然話さなくなったよな。あんまり報われるようなもんじゃないな。予告カット。確かにお預かりします。ハトリー間もなく戻ると思うんですが、お待ちになりますか？ああ、いや、いいです。二人で何してんの？おーい、ふざけるな。見間違いじゃなかったよな。あれはどう見てもキス。いいのか？確認頼む。じゃねえよ。やべ、目が合わせられねえ。処理は？それ作業明日でいいよ。夜も帰っていいから。どうしたんだ？ハトリー、俺のこと何か言ってた？何？何のこと？もしかして、ヒューとトリー、付き合うことになったのかな？でも、二人とも水臭いよな。なんで俺に言ってくれないんだよ。ああ、もうやめやめ！今は仕事だ！健康だ！なんで俺、イラついてんだよ。トリ、38度2分。最悪だ。治ったらみんなに謝んなきゃな。なんかごちそうでもするか。トリとユウ、付き合い始めたんじゃなかったのか。まさか、ユウへの当てつけ？身代わりとか。ユウだって、トリの何が嫌なんだ。ひとばっちり食らわすなよ。行こう。花火がよく見える穴場を教えてもらった。ここからだと花火がよく見えるらしい。今回原稿が遅れたのは俺の責任だ。幸いうちの編集部には優秀なのが揃ってる。お前が好きなんだ。え？お前が好き？もう知ってる。っていうか、お前ユーのことが好きなんだよな。どうしてあんな奴を俺が好きにならなきゃならないんだ。え？違うの？じゃあトリは本当に俺が好き？担当になれた時は嬉しかった。全然気がつかなかった。俺はトリのこと好きだよ。幼馴染と知ってたろ。でもトリが俺から離れていくのは嫌だ。
たまたま目の前にいるのが俺だからそう思ってるだけだ。たまたま、うちはできる編集しかいないから。待てよ、このままじゃトリは俺から離れていってしまう。それは嫌だ。つまらない。それは担当の指導のせいじゃん。今度つまらないものを出してきたらお仕置きだ。おいこら、なんだそら。楽しかったけど俺のバカ。大丈夫だって、たった一泊二日だし。柳瀬だって仕事があるだろう。うん、大丈夫だって。だから帰ってきてからやっても全然大丈夫じゃなかった。よかった、終わって。なんだその格好は。お前のことだ。修羅場中はどうせろくなもん食ってなかったんだろう。うん、あーすごいクマ、いい男が台無しじゃん。謝るくらいなら決められた締め切りを守れ。うざー。ユウもトリのことが好きなくせに、なんで素直じゃないんだ。今回だけは来るんだ。来年はお前の作品がドラマになる。他の人間には吉川千春が男ってバレないようにするから、とにかく来い。ユウが一緒に行ってくれるなら行ってもいい。はぁ、あ、ユウ行ける？もう仕事入れてたりする？買い物付き合ってやるよ。マジで？すげえ助かる。じゃあ仕事終わったら連絡する。うん、頑張って来いよ。ま、ちょ、ごめん。ちょ、トリ、おい、トリ。人の気も知らないで涼しい顔でキスなんかしてきやがって。俺はトリも好き、ユウも好き、でもその好きって、うわぁ、なしなし、絶対なしってことは。うわぁ、今年もこれから書店さんに出せ、簡単でございますね。これで私からの挨拶と。ユウってこういうとこ来たことあるの？どうせ七五三とか言いたいんだろ。編集長。ん？ああ、吉野さん。はじめまして、小野寺律です。吉野です、お世話になっております。ハトリ、ドラマの顔合わせの方頼むぞ。はい、前の会社じゃ宇佐美明彦の担当をしていたそうだ。宇佐美ってあの小説家の？では先生、絶対いいものにしますんで、よろしくお願いいたします。なんで帰った？打ち合わせだと言ったろ。この匂い、思いっきり香水の移りかじゃねえか。このままだと主人公のモノローグが足りない。表情だけで理解させるのは無理があるだろう。こんなつまらない話を吉川千春の作品として載せられないって。つまらない、香水の匂いプンプンさせてるようなやつに言われたくないね。あれは仕事だ、看板作家を無下にはできん。仕事でなんでそんな香水臭いんだよ。よしよ、なんだよこれ、俺が焼いてるみたいじゃん。わかんねえよ、大地あれ以来何にもしてねえのにどうやって別れって言うんだよ。今はまだ仕事とプライベートをどう変えればいいのかわからないんだ。お前本当は柳瀬の方がいいんじゃないのか。その上この前はお前に拒まれて。あんな風にいきなりされたら混乱するに決まってるだろ。俺はキスするのもされるのもお前以外の男とはしたくねえんだよ。じゃあ今してもいいか。今俺はお前が好きだ。お前じゃないとダメなんだ。返事は
善処はする。